ビーの英語ゴールデンルール。英語と日本語は全然違う言葉だから、私たちの言葉にはない不思議な音が英語にはあるんだよ。それらの音をちゃんと言えるようになるためのルール、それがビービーの英語ゴールデンルール。今回はアルファベットの K を言う時のゴールデンルールだよ。まずはマイクにどうやって言うかを見せてもらおう。 K あれれ、今のは間違い。今度はジェニーにお願いしてみよう。 K そうだよね。みんなは違いが分かったかな？音をよく聞いて、口の形もよく見てみてね。 K K2人の口の形が全然違うよね。口の形が違っちゃうと英語の音って全然違っちゃうんだ。ところで、みんなはこの音を真似できるかな？舌の奥の方を口の中の天井のやっぱり奥の方にくっつけて、と話すと同時に止めていた息を短く出すようにするよ。正しいアルファベットの K を言うコツは、この音のあとすぐに口を日本語のえを言う時のようなこの形に開いて、ゆっくりと形を変えながら日本語のいを言う時のようなこの形にするよ。 K K 言い終わった時の自分の口の形がちゃんとこの形になってるかな？これがアルファベットの K を正しく言うためのルールだよ。今度はマイクもちゃんと言えるかな？ K K そうだよね。みんなも間違わないように BB のゴールデンルール覚えておいてね。